これよりエニシ君の耳かきをしたいと思います。ペケペンペンペンペケペンペンペンペケペン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 、はい、久しぶりに来ました。はい、今日もね、はい、一生懸命ねエニシ君の耳をねやっていきたいと思います。それでは右耳からスタートです。いくよ、久しぶりやんな。この頃ねインドのやり方で言ってるから、ここからあれ髪の毛これなんだ、髪の毛これペーパー入ってる、これペーパー入ってる、ここからね最後 OK いくよ。意外とあれやったこの頃綿棒した、あ、ここあった綿棒した、あった、いや待って待って、ないないあった、かわ、うん、いや、これはね、あの、エニ君、取れんかった、前も。そう。嘘やん。え、取れる？嘘。いやいやいや、このヘリのやつはやっぱ、あれやな。うん。綺麗。めっちゃ綺麗。え、ママ取ってやった？取ってない。やってないのに、なんか、今回、綺麗やな。綿棒。綿棒自分でやったぞ。え？えらい綺麗。綿棒俺めっちゃ大きいのこれ。ちょっと待ってよ。あ、今これ作った。うん、俺の楽しみ。うん、こっち。耳かきしたいけどね。いや、こっちは大丈夫。めちゃくちゃ綺麗。じゃあ、今度こっち。今度こっち。ちょっと寝ながらで。で、こう。こっちに座ってもらえばいいし。あ、そうしようか。そうしよう。よしよしよし。いいよ。はい、私は乾くのでこっち汚いよ、たぶん、あれそう、うわ、いや、え、粉、粉だね、ええ、ナーコーですね、これ。あ、ここ、うん、ここやね。ここをもしかして切るのかなと思って。いや、めちゃくちゃ綺麗やで。黄色いのは取れんの？うん、まあ、黄色いのは、あの、いや、無理やり取るとね、エミ君、痛くなるから。さ、ささささ、うん、ナーコやね、今回。うん。うん。やっぱこれナーコですね。あの皮取りたい。あの皮取りたいやろ。背で押してみたら。こうやろ。うん。あれ？なんか出てきたね。ちょっと待って。おほらね。このエリ君下のところからほら、来た、いや来た、おーよしよしよし、鬼が来た、よしよしよし、ほらやっぱ汚れる、あれおるね、うん、ここにここ手でね、あの取る、エリ君、そうやったら中に入っちゃう。ちょっと待って、あいつ取りたいな。よだれ出るのが寝てない、大丈夫。あ、おるおるおる。おる。エリ君、こっちにいるの？ちっちゃいかなんかわからんか。どういうか。ちょっと一回寝ろうか。いけ、ごろんしよう。ね、逆や。逆や。逆に俺がこっち行こうか。
こっちキーのエリ君がゴロンしてみる。あ、うん、重い。ごめんね。パパの体重165キロ。やめろ、痩せた。なんかやりにくい、なんでやろう、エミ君ならそのまま座っちゃって、うん、こうやって、俺ここ上から乗る。あ、見やすい、見やすい。あ、待て、ちょっとエリシ、大丈夫、かゆい、でかっ、もう当たったで、これ、それ完成、まだある、ちょうどか。僕もやりやすいかい。そんな。バルの。待て。うん、大丈夫。要は、エグ動かんかったら大丈夫。このヘリに当たっただけ、ちょっとだけ。うん。いくよ。はい、あとでボンジャン。ヘリ当たらんね。あ、わだ、ヘリ当たらんけ。だけど、俺にちょっとグッと言いましょう。グッと、どうすんの、大丈夫。あれ、つどこ行った、また出てくるよ、多分。ちょっと、エリシ、一回こうやって、ここ違う、逆になって、こうやって寝る前の作業やに、降りて、そうちょっと見せて、あ、これ見ながら、おっぱ、おったおったね。眠くなる。あ、足が勝手に動いた。怖い。パパもそれだ。こいつじゃない。にあかんな。お。今誰に挨拶した？おう、おった。あの、ゴリラ。おった。なんかゴリラ。メスゴリラに挨拶した。綺麗になるよ、また見て。疲れたい。顔の気持ち。あ、持ってあげる。こいつは？ゾンビ。ゾンビ。ゾンビ野郎。どこ行った？どこ行った？どこ行った？おった。ゴミや。取れた。いや。取ったね、今ね。いや。取れたでしょ。完全に取れてなかったな。そう、今取れたよ。ほら。倒るやん、こいつや。こいつでしょ。え、違う。あの、いいかもしれない。いいか。あ、もう。また。あれ来た。寝るか。ないよ。おっぱいいなかったりするね。出たり入ったりしようね。ああ、そうそうそう。おっさんやん。あれ、ということで、今回、西くん、結構綺麗でした。眠い。
なんとね、エンジ君、綿棒で、ちょいちょいなんかやってて、すげえのでけえの取れたらしいんで、またね、ちょっと3週間後、今度はちょっと綿棒、寝とんのかい寝とんのかい完全に寝とんのかい完全に寝ました。ということで、次回ね、また3週間後に、夏休みのちょっと終わり頃にね、もう一回やって、ちょっとでかいのね、発掘したいと思います。今日はめちゃくちゃ綺麗でした。バイバイ、おやすみー。で、待ってね。またね。